ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺の後輩は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいた赤座の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った用件を話した。